高すぎな。ちょっと ちっちゃくしますよ。はい、こんばんは、ミムです。今日ちょっとですね、夜はちょっと配信できる時間がないかもしれないので、先にちょっとおメイク配信をさせていただこうと思います。イエーイ。はい、ということで、ここ数日は歌唱力についてお話ししてたんですけれども、ちょっとね、今日はこんな感じで失礼します。本日はですね、あの柏崎の花火、はい、に NGT48 花火として楽曲花火としてね、参加させてもらってるので、はい、ぜひね、皆さんね、ご覧くださいませませ。よし、おメイク配信ですわ。ちょっと先に髪の毛を、バームをね。ずっと今頭の中でスター前に流れてる、花火のこと考えてたからあーあーあーいあーうめえ、かなりレイちゃん、あーいあーあー一発すげえよな。あの喉痛めてる時のリハですら、あのがなりは成功してるからさ。私がなりとかしたらさ、絶対にあの何、喉もっと痛めちゃうのに、私だったら。そがなりはもう別に喉痛めるも何もないらしくて、おもろかった、うん、あ、時間はね、ちょっとそんなに長くはしないつもりです。まだ何もしてないんだよな、保湿しかしてなくて、ちょっとここにニキビができてしまって、一応この辺かな。前髪はもう作っちゃった、めんどくさくて、眉毛だけもう先にやって。ねえさあ、ねえさあ、え、みんなどんぐらいいる、みんな今仕事中、あれ今日って平日、祝日、平日、普通に金曜日、え、今日って何ですか、今日って何ですか、日付感覚とか私ゼロでさ、まあ、夏休みではあるのか、平日か。あ、じゃあみんな仕事中？そっか、普通に金曜日か。あ、なんか、え、なんだこれ、ちょっと、なんかついた。え、ちょっと聞いてほしいの、聞いてほしいの。私さ、その昨日までね、歌唱力の自分の歌聞き返せなくて、てか見返せてなくて、で昨日配信終わって、初めて自分の歌、てかまあメフィストの方なんだけど、初めて自分のメフィストのを映像で見たの、ちゃんと初めて見たの人生は夢だらけのまま見れてないんだけど、昨日ちょっと推しの子のアニメの新しい第4話かなを見て、この流れでメフィスト、自分のメフィスト確認しようと思って、この気持ちのまま、そう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 、でそうメフィスト見たんですけど、やっぱだ、聞いてはいたのね、そのどういう歌だったか、その映像付きで初めて見たんだけど、やっぱ前半すごいやっぱ不安そうで、もうなんか目がこういう目、不安そうな目をしてて、半目みたいな、でやっぱちゃんと確認したら、あのね、ありました、スイッチを入れた、もしくは切った瞬間、あの感想のやっぱ星願いをかけてでんてれれてててんてんてててん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 、この辺の感想のロングトーンの前に目閉じてで息を深く吸って目開けるタイミングがあって、ちょっとそこさ、そこ意識してもう一回見てほしい、うん、ありました、気持ちを切り替えるタイミング、あそこから急に
表情が生き生きし始めて、おもろかった、別人かと思った自分で見てて。まあ別人なんですけど、いやそう本当になんか、あここで私ダメだ、負けちゃダメだって思ったんだなと思って。えそう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 、その後あのね、それまでずっと目にハイライトが入ってない、真っ暗 なんていうの、そう目半開きだからこの状態、目に光が入ってない状態なんですね、まあ、ちょっとこれは分かりづらいか、そうそうそう、白いキラキラがさ入ってない状態だったんだけど、その後の歌から目にハイライトが入ってて、でなんか誰かがそのなんか瞳に星が見えたって言ってくれてたんだけど、アクアってね右目にだけ星があるんですよ。アクアが右目でルビーが左目に星があるんだけど、アクアと同じところにだけハイライトが入ってる瞬間があって、星見えた気がした。そう、もうメフィストに関してはもうちょっと私は私として見れないからな、あれはもうちょっときもう本当に記憶なさすぎて。よく歌い切ったわ、プレッシャーやばかっただろうに。はい、人ごと、うん、いやマジそこ意識して見てほしい、もう一回録画してる方とかいたらね。再放送もありますからね、来月の17だっけ、楽しみ舞台裏マジで。さすがに NGT ねえちょっとピックアップされてるとは思うので楽しみですマジで。ねえ私さちょっと歌唱力の話しながらメイクするのもあれなんですけど、なんかさ公式でさ CM 上がってたじゃん、新なんか新人たちみたいな、なんか初参戦の猛者たちみたいなのと、あと海外勢ドーンみたいな、でそれぞれユイリーさんとか豊永さんとか倉野さんとかにインタビューしてみたいな、なんかそういう VTR あったじゃないですか。あれ私1ミリも触れられてなくて映ってなくて、何くそー悔しいって思ってたので、ちょっとそこ見返すことができて嬉しかったですね実はちょっと気にしてた、気にしてたってほど気にしてなかったけど、そうちょっとまあ予選の順位が低いからね難しいんですけど、それ基準で考えると。実はね、そういう裏話もあります。あ、ほら顔が真っ白になりました、色がゼロ。ファンデーション塗らなくていいかな、肌がちょっと今弱くてですね。え、これね、これ何ロージーローザーだっけ、ちょっと読み方わかんないんだけど、このねこれこのブラシめっちゃいい。なんか私コンシーラーとファンデーションに使ってるんだけど、今までコンシーラー私スポンジか指でやってたんだけど、なんかめっちゃね馴染むからめっちゃいい。これなんかいろんな人がおすすめしてるやつだけど、そうこれめっちゃいい、おすすめ。ロージーローザー合ってた読み方わかんないそう確かにメイク配信だけど全然内容は紹介してない。これカホからもらったパウダーです、ナーズの。よいしょよいしょ。パウダーはねちょっと正解わかんないからさ、あーシュッてやればよかった、今からでもやるか、ちょっと
崩れないように。あの私が使ってるのはね、ケイトの、あ、ケイトじゃねえわ、全然嘘ついた、ティルティルです。ティルティルのメイクフィットメイクアップフィクサー、これね、みんな使ってるやつ。これをパウダー前、今パウダーしちゃったけど軽く、パウダー前につけとく。なんかみんなそうしてるからさ、で終わってからもつける。メイクキープミストは結局何がいいかよく分かってないけど、まあした方がいいだろうってことで買ったんだよね。柏崎行きのバス中で見ている。お、いいっすね、楽しんでね。やべ、開かない。わかる、昨日天気悪かったけどさ、晴れそうでよかったね。やばい、ずっとレイちゃんのスターマイが流れてる。レイちゃんのというか、レイちゃんの曲ではないけど、もうレイちゃんの曲なんで、ちょっと何言ってか分かんないね。あと私パウダーはね、これを使ってますね、ウォンジョンヨですね。これはちょっともうマジでいい、本当にとても良い。なんかパウダー2枚がそれで、暑い、マジまだ日の外出てないんだよね。ちょっとゆっくりやりすぎると時間なくなっちゃうな。ムシムシしてる？まあ。どうしようかな。もうシンプルにアイシャドウさささっとやるか。もう短めの。私が今一番毎日メイクに近しいやつ。まあ、クリオの茶色をずっと使ってるんですけど。ベースを指でさって塗って、もうアイシャドウはねお絵かきなんで実質で、ちょっと暗めの部分を、アイホール全体に塗って、うん、私の場合はね、上まぶたより下まぶたの方が大事なんで、でこの目尻の方に濃い色をさらに上乗せして、目の横幅、私縦幅よりは目横幅を増やした方がいいタイプの目なので、はい、増やします。今日のカラコンはクルームのイブニングです。水光カラコンで、こうやったら先に涙袋キャンメイク東京のアイシャドウで、これが仕事です。すいません、これが仕事なんです。よし、こうして、はい、こういう風に涙袋を描きます。ちょっと今薄いね。なので私の場合はちょっとこう中顔面みたいなものを短くするためにも、ここをねしっかり描くことによって、ここがね長くならないようになるので、あとね、私はこの地雷ラインみたいなのもね、軽くこの同じ涙袋と同じ色で線を引きますね。ちょっとこう下になるように、それとまあ目のね大きさが変わるので、もうこれは四角みたいなものです。そう、私別に垂れ目ではないん、何、垂れ目を目指してるほどじゃないんだけど、顔の
形的にはこれで目の下にちょっとこうアイラインを入れて、でほぼ同じ色でこのここね、この涙袋よりも下のところに色を入れる。でここはぼかす。ですると実際の目の大きさはここなんだけど、こんぐらいのパッと見た印象が左と右だとこっちの方が大きく見えるので、これはね全員が全員そうした方が似合うか目が大きく見えるかっていうとまた話は変わってくる。今だと色だけがついてる状態なのでちょっとこう違和感あると思うんですけど、アイラインつけるとまたね全然違います。でこれでまた目尻のとこに黒い濃い色を足して、で、涙袋にちょっとキラキラをとします。おい、アイシャドウはねざっくりこんな感じ。これだけでだいぶよし。ちょっと唇カサカサしてるからリップ塗りましょうか。早いでしょ、私早いんですよメイク。こういう感じでいいんだったらね、もうちょっとなんかこうなんだろうな、公演とかライブってなるともっとしっかりメイクするけど、これはリップクリームですね。シンプルにリップクリーム。したら、ちょっとこうまつげを上げて、ピッ。で、まつげちょっと上げたら、まず。見当たらない、喉乾いたんだよな。あとどうした、これでちょっと束感をねまとめる、下地の前の下地みたいなして、できたら下地、マスカラ下地をします。そうだから今日は夜配信はないと思ってもらって、ちょっと時間なまなさそう。 SNS 更新しなきゃな。まだなんかなんだかんだちょっと昨日体調が悪くて、そう低気圧もあったしいろいろ重なって、まあ疲れも出てただろうし、だから全然マジで一日中もう横になってるしかできなかったんだけど、今日はまあいけるかな。柏崎の花火の話もしたいけど、選曲とかまだそう話せてないからな。よし、まあ別にこの土日にみんなもしかしたらね見るって方もいるかもしれないから、そうなってくるとそのタイミングでもいっちゃいいんだけど、私この土日別に仕事ないんだよね。そのあれだよね、公演あるよね確か、チューンか、チューンの最終公演が28とかにあったっけね。で、あ、じゃあアイライン塗ります。
これアイライン塗ると本当に目がね横に長く見えます。ちょっと画面越しだとねあんま分かんないと思うんですけど、やっぱメイク、なんかメイクあんま変わんないね、そのピント変わんないねって、まあこれは褒め言葉だと受け取ってるんですけどでもそのやっぱね全然違うと思いますよ。色塗ってこう陰影をつけて、あ、陰影といえばシェーディングをまだやってないのでね、鼻がなんかどこにあるか分かんないですね。先にじゃあちょっとマスカラを適当にこうて、マスカラはねずっとイプサを使って、乾いたよ。うん。良きかな。良きかな。よし、そしたら。なんか溜まってた、溶かして歌唱力のひのちゃんしか見たことないんで、いつか公演とかのひのちゃん見に行きたいです。来て来て、意外とちゃんと踊ってるんでね私そう、意外と踊ってるんですよ。なんかさ、でも嬉しかったんだよね、この前の生誕祭の時とかに。ひのちゃんは歌のイメージが強いけど、でもダンスも表現力として上手だよねって言ってもらえて、そう、まあ私別に今までダンスが苦手とは一言も言ったことなかったんですけど、まあその得意不得意はありますけどね、そのダンスの種類でも。そうそうそう、そう なんですけど、そう、でもやっぱそう歌が先行しがちだから、そう、そんな中でもそういう風に言っていただけて嬉しかったんですよね。そう、何人かに、何人かのそういうツイートみたいなのも見かけました。うん、曲によってロックダンスみたいなのは苦手だけど、ジャズダンスとかは比較的得意の部類に入るのかな。振り覚えるのは早い方だしね。はい、シェーディングと、ちょっと目になんか入ったな、後で目薬して、鼻のシェーディングいきます。え、私髪の毛伸びるの早いんだよ。え、思うよね。え、そうなのよ。まあ私そもそも短いからさ、だからちょっと伸びただけで印象が変わりやすいってのももちろんあるんだけど、それ抜きにしても私髪の毛伸びるの早いらしくて、言われた美容師さんに髪の毛伸びるの早いですねって、え、マジっすかってよし、さすがにまだプリンではないかな。その多分ね、その色のグラデーションとしてそう見えちゃってるんだけど、実際はまだ全然
こうここがね、ねここのその生え際のとこが普通に黒いのが生えてきたからそう見えると思うんだけど、まだ全然多分普通に見たらそんなにそんなにプリンの印象はないとは思う。よし、そしたらシェーディング終わって、目がハイライトと、ハイライトとリップとチークで、まあ、とりあえず今回のメイクは完了と言ってもいいかな。そう、月一で美容院行かないとね、さすがにちょっときついからね。今まで私年に2回とか3回とかで行けてたのに、黒髪ロングの時は。そう、それはねちょっとめんどくさいさありますよね。でもまあなんかやっぱステージに映えてたし、この前もいいっすね、金髪と言いますかこの色は。まあ私アクア合わせにしたわけじゃないんですけど、結局アクアになっちゃったみたいな。目も色も含めてね、今日はアクアの目の色じゃないんで。チークは私この辺にちょっと濃いめに入れるのが好きです。そのさっきのつけた目のこの影の部分につながる感じで、ここを多めで、で鼻と顎先にも残った部分をつけて、まあね髪色はね、でも全然ずっと金髪かって言われたらまあ何とも言えないので何とも言えないが答えなので、そうそうそう。でリップどうしようかな、やっぱいろいろ落としたどっか行っちゃった、やば、あいいか、よいしょ、ああなんかすいません、ちょっと倒しちゃいました。こんな感じかな。イエーイ、ありがとうございました。ということで無事完了。ちょっとそうだな、この辺渡した方がいいか。オッケー、ありがとうございました、来てくださって皆様。はい、ということでじゃあ今日は、この後柏崎の花火ございます、ぜひみんな、ご覧くださいということで壇上読みます。13位キーさん、12位アルカシさん、11位ユキリン55さん、10位鈴人さん、9位恵子さん、8位太郎さん、7位一田さん、6位東子さん、5位ひよりげたさん、4位ベロさん、3位あずきさん、2位よったさん、1位埼玉高校屋さん、ありがとう。ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、おやすみ早いな、またね、バイバーイ。